皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。昨年森下正人投手や伊勢博夢投手を擁して全日本大学野球選手権を制した明治大学、かつては東証星野仙一さんをはじめアンダー15日本代表監督の香取義孝さん、現役のプロ野球選手では広島の野村雄介投手や阪神の高山俊選手など、これまで数多くのプロ野球選手を輩出してきました。今回はそんな大学野球の名門明治大学の門を叩く新入生の選手たちを紹介していきたいと思います。まずは投手から紹介していきます。投手は実力のある5名が入学します。その中から3名をピックアップして紹介していきたいと思います。投手陣でまず注目なのは村田健一投手です。最速147キロの速球と多彩な変化球を操る投球スタイルは高校生でも上位に入る完成度の高さを持っています。即戦力として期待大です。牧田実投手は甲子園出場はないものの140キロ前後の速球とキレのある変化球が持ち味です。また制球力も良く、総合力の高い投球術に期待が持てます。左の本格派左腕として140キロ前後の速球と角度のあるカーブを投げる石原裕貴投手、広陵高校でチームメイトだった森克也投手とともに投手陣の柱として期待です。キャッチャーは埼玉県の高校から2人が入学します。1人目は春日部共栄の石崎翔太郎選手です。丸義弘選手と森友哉選手の打撃フォームを参考にしており、高度な打撃技術と 1.9 秒台のスローイングで勝負する全国レベルの捕手です。そして甲子園でのフェアプレー弾で話題となった菅原健信選手も強肩強打の大型捕手です。甲子園に引き続き大学野球の舞台でも活躍に期待です。続いては内野手です。内野手は東海地区を中心に5名の選手が入学します。内野手は高校通算46本塁打のスラッガー上田久斗選手に注目です。打撃技術はドラフト指名を受けてもおかしくないレベルと言われており、北西バットへの対応力も高い好打者です。その他にも俊足好打のセカンド王王といった選手など全国を経験した内野手が多く、非常に楽しみな顔ぶれです。最後は外野手です。外野手は強豪校出身の2人が入学します。斉藤隼人選手は本塁打量産も期待できるスラッガーです。この4年間ではハイレベルな投手への対応力を身につけ、プロ入りを狙います。そして甲子園で数多くの好投手を打ち崩してきた西川玲選手も高校時代と同様に渋い活躍に期待です。いかがでしたでしょうか。甲子園出場経験者が14人中12人と大きな補強になった明治大学、2020年の戦いもとても楽しみです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回紹介した明治大学ですが、今年のドラフト候補入江大生投手とチームに密着した練習動画を後日公開する予定となっております。皆様どうぞお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。